皆様ごきげんようチューリリップリンセスですえっとずっと遅れててあのもう前のからこうだんだんと順々にやっていてたんですけれどももう思い出すのがちょっとストレスになってきてしまったのであのもう最新のからえバックしていく形でご紹介したいと思います。 もう今食べたものなら結構すぐ思い出せるので、えー、今日の私の朝ごはんはこんな感じでございました。えっ、ー、と、都内で40代で、えー、専業主婦をしております。えーまあ、趣味の範疇な感じで YouTube をあの今のところやってるんですけれども、えっ、ー、と、これは、えー、とフリフリのスカートで、えー、アラフォーアイドルみたいな感じで、 えっと、美食女ライブっていうのをやってるんですね。<laughs> なので、これは、まあ、ちょっとミニスカートのコスプレなんですけど、こんな感じの、えっ、ー、と、えー、できるだけポンキュッポンのスタイル、細くてもそれを目指してやっております。で、えー、今日の私の朝ごはんなんですけれども、えー、まさにこんな感じの4、えー、毒抜きを今やっておりまして、えっ、ー、と、植物油乳製品、えー、そして何でしょう あのー、お砂糖とか、お砂糖も含めた甘いもの。えー、そして、えー、っと、小麦ですね。まあ、この4つを取らないっていうのを今やっていて、えー、結構ね、あの、どうなることかなと思ったんですけども、むしろ4毒やり始めてからの方が、すごいご飯が美味しくてしょうがないっていう感じになってます。みんなからはね、なんか色々制限されて、 かわいそうって思われるかもしれないんですけども、全然そんなことはなくて、むしろなんかすごい毎日ご飯が美味しすぎて、あの仕方がないっていう感じですね。あの舌がすごくなんか感じる力も強くなるし、本当にご飯があの美味しいです。<laughs> なので、あの内面的な幸福度はすごい上がっている感じです。ね、強がりみたいに思われるかもしれないですけども、 結構本当です <laughs> で今日はこんな感じで作ったんですけどもちょっとね無添加のねだしパックを私袋を破いて入れてしまったのでちょっとねあんまり綺麗な感じじゃないと思うんだけどいろいろね人参白菜レンコン、えー、糸こんにゃくえー、と島豆腐、えー、そして鶏肉の胸肉のえー、とひき肉かなっていう感じでもっといろいろ入ってるかもマイタけとかも入ってるかな。 そそれれを煮煮ました。それで創作を作物りましたでやっぱお砂糖とかお砂糖に煮たようなもうラカンカとかも今ダメなのでえっとまあ若干のみりんとかあとねちょっとねりんご酢入れてみましたりんご酢入れたらちょっと甘み出るかなと思ってあの、まあ、酢も取れるしねっていう感じで,でもあとはもうさっき醤油みりんみたいな感じで味付けしてもすごい美味しかったです。 でこれが、えっと、力自慢っていう納豆で第一宅配第一を守る会っていうのに私入会してるんですけどもオイシックスみたいなのですねでそこで買える三個パックの,あのミニの、えー、と納豆に、えー、白ごまのすりごま混ぜてますはいこんな感じで、まあ、ちょっとあると便利で、まあ、すぐ捨てられるので楽です で、こちらが、これはね、なんか出川さんの、出川さんっていうタレントの方がいると思うんですけども、その方のご実家がおのり屋さんで、なんか結構いいおのり屋さんなのかな。で、そこのなんかおのりですね。美味しいですね。これ、厚切りで、あの、一つずつになってるのを買ったんですけども、個包装の。これに、あの、いいお醤油をちょっとつけて、ご飯に巻いて食べてます。美味しいです。 で、これが、うーんーと、私のわかめだったり、人参だったり、あとは、うんとね、まあ、お豆腐かなお豆腐だったり。何が入ってるかなもうちょっとこれもね、昨日ぐらい作ったので忘れちゃったんですけども、けども結構いろいろあの、入った、えっ、ー、と、お味噌汁です。ちょっと思い出したらまた言いたいと思います。で、これが私の漬けた、えっと、きゅうり。 とあと,、えー、と大地の薄塩の梅干しでご飯炊きたてのご飯っていう感じでございますはい思い出して言えましたそれではまたぼちぼち更新したいと思います今日も明るく楽しく麗しくそして何よりも温かくピザクザと信じてまいりましょうレッツゴー